パラフォイルを用いて着陸する X-38 パラフォイルは風によって展開される柔軟構造を有する翼のこと。空気力学的な小規模構造体の集合によって構成されており進行方向からの空気流入により翼型を形成する。主にナイロンなどによって作られパラグライダーなどに用いられている。パラフォイルのアイデアは1964年に ドミーナ・ジャルバートによって考案され、1966年に特許を取得している。1984年には、この発明により、ファイから表彰された。翼型はロープによって操作され形状が変化し、それによって操縦を行うことができる。半球形状のパラシュートと比較し、操縦性が高く、高加速度の調整も良いという特徴を持つ。 GPS 誘導装置は補給方式に大きな変化をもたらした。GPS での精密な位置把握によりパラフォイルの高度な操縦制御が可能となったのである。ダッチスペース社が開発したスペースは2 5グラムの貨物を距離2トル手前、高度3 0 0 0ルから投下して目標から1 0 0ル以内に着地させることができる。カナダの MMST 社は 米特主作戦コマンドの要求に応じて C9-10 スノーグースという動力付きのパラフォイル投下システムを開発した。270kg の搭載能力があり、時速 55km の速度が得られるなら、地上からの発進もできる。最大到達高度は 7600m、速度は45から 55km で 940km の航続距離か、 20時間の対空能力があるとされる。地上部隊に広い落下回収地点を確保させなくてもいいので、アフガニスタンの山岳地帯のような地形では、一連の能力は大きな意味を持つ。また水害や大雪などで孤立した場所に精密に物資を送り届けることも可能になる。ありがとうございます。